な、過激団体戦初戦突破おめでとう。でも気を抜いてばかりはいられないですわよ。次の2回戦の相手が決まりましたわ。ついに来たか。それで相手はどこなんですか？次の対戦はロンドン歌劇団、剣に正義を捧げた騎士たちが相手です。ロンドン歌劇団、やっぱり勝ち上がってきましたね。最強の剣士と名高いランスロットを擁する円卓の騎士か。ベルリン歌劇団と並ぶ優勝候補の一角、まともに戦って勝てる相手ではないわね。もともとアザミたちが楽に勝てる相手なんていない。アザミの言う通りだな。俺たちは誰が相手でも勝つしかないんだ。大丈夫、私たちなら絶対に勝てます。諦めたらそこまで、頑張ろうよみんな。おめえ本当にいつもいつも楽観的だな。でもよ、さくらさんがそうやって大丈夫頑張ろうって言ってくれると本当にできる気がしてくる。不思議。あなたが言うなら今度もきっと勝てる。私たちもその思いを信じるわ。みんな自分と仲間を信じ最後まで戦い抜こう。そうすれば必ず道が開けるはずだ。あなたたちならロンドン歌劇団にも勝てる。私はそう信じていますわ。それじゃ神山くん、あとはよろしくね。は高性能な量子戦闘機に攻守に優れた高名な騎士たちか。上海歌劇団とはまた違った強さだな、どう戦うべきか。ん？あれ、アザミはどこ行ったんだ？あれ、さっきまでいましたよね。いたはずですよ。でもいつの間に。時々あるんだよなあいつ。いなくなる前に声かけてくれればいいのによ。まあいいか、後で探してみる。ん？おお、みんなおめでとう。デージか、お祝いの品でも持ってきてくれたのか。なんでわかった？その通りだ。あ、お前が
俺をお祝い。お前のなわけねえだろ。さくらちゃんのだ。え、私にプレゼントですか。ああ、喜んでくれ。君の無限がもうすぐ到着する。本当ですか。ああ、ロンドン戦までには調整も間に合わせるよ。ありがとうございます。やったじゃねえか、さくら。さらなる快進撃の始まりだぜ。はい、ロンドン戦絶対勝ちましょう。この勢いで次回公演の方もうまくやりたいですね。そうね。夜叉の襲撃で帝都の人たちは不安の中にいるはずよ。その人たちに笑顔を取り戻すのは私たち歌劇団の大切な役目だわ。アナスタシアの言う通りだぜ。今必要なのはみんなの笑顔だ。ええ、私たちの公演でデートを笑顔にしましょう。よし、燃えてきた。公演も大成功、歌劇団対戦も大優勝してやるぜ。行くぜみんな、力を合わせてやり抜くぞ。おや、神山くん。初戦に勝利したと聞いたよ。おめでとう、神山くん。ありがとうございます。次の試合も勝てるよう精進します。良い心構えだ。怠けた者に待つのは敗北だけだからな。時に神山くん、君はさくらの戦いぶりをどう見ているかね。そうですね、まだまだですね。彼女自身の技量は素晴らしいと思いますが、全部自分でやろうと一人で気負ってしまうところが危ういです。うん、そういったところは少しも変わっていないようだな。ともあれ、それはさくらの長所の裏返しでもある。どうかうまく使ってさくらを生かしてやってほしい。はい、俺も一層精進します。ありがとう、神山くん。どうやらさくらは良い体調に恵まれたようだ。神山くんも知っての通り、さくらは子供の頃から帝国歌劇団に入り活躍することを夢見ていた。そのためにまずは一人前の剣士になるのだと誰よりも熱心に剣の稽古をしていたものだよ。あの時の努力が今のさくらを支えているのなら、師としてこれ以上嬉しいことはない。白秋さんがそう言って喜んでいたこと、さくらに伝えておきますよ。いや、それはやめてくれ、神山くん。今の話は他言無用に頼む。さくらには慢心してもらっては困るからな。まだまだ精進あるのみだ。
アツホ、どうしたんだい？ああ、実家から帰ってこいって連絡が来たんだ。アツホの実家って神社だったよな。大丈夫か？何かあったのか？帰ってきて神社の仕事を手伝いだったよ。どうせそのまま私に神社を継がせる気なんだ。私はまだまだ花組をやめる気はねえっつうのにさ。けど私は神社の仕事も嫌いってわけじゃねえ。巫女やんのも境内を掃除すんのもさ、不思議なんだけどよ、神事やってると心がすっと晴れやかになるんだ。アツホならもし神社を継いでも立派にやっていけそうだな。おっとりめえよ。でもやっぱりそれはずっと先の話だな。私は花組が大好きなんだ。みんなと一緒にどんどん成長していける感じでさ。それにさくらも最近張り切ってるみてえだから、暴走しねえように見ててやんねえとだしな。よろしく頼むよ。アナスタシアさん、課題が終わりました。それ本当？課題を出してからまだそんなに経ってないわよ。はい、頑張りました。よかったら見てもらっていいですか？いいけど、いい加減なものだったら即失格よ。じゃあ始めてちょうだい。問題なくできていたわ。確かに実力をつけてきたようね。よかった、朝晩通してやった甲斐がありました。あの、他に課題はありませんか？新しいのもやりたくて。呆れた子ね。やる気があるというより、やる気を生み出す天才といった方がいいわね。今日も本を読んでいるのかい、クラリス？はい、昔読んだ本を読み返しているんですけど、不思議なんですよ、神山さん。前に読んだ時よりもずっとずっと面白いんです。隠されていた言葉の意味に気づいたり、見逃していた関係を発見したり、読み返して、ああ、こんなに深い物語だったんだってまた感動させてもらって本ってこんな風にも楽しめるものなんですね。なるほどね。
もしかしたら脚本を書くようになったからかな。ええ、そうかもしれません。自分も書くようになって、書いている人の考えが分かるようになった。初めてそれに気がつきました。神山さん、私、脚本を書き始めて本当に良かったです。私に機会をくれて本当にありがとうございました。俺が何かをしたわけじゃないよ。クラリスが自分で決めたんだ。帝劇のために面白い脚本を書いてくれてありがとう。これからもよろしく頼むよ、クラリス先生。はい、頑張ります。でも先生はやめてくださいね。恥ずかしいです。調子はどうや？あかんあかん。同じブロマイドは一人一枚までや。それを買うてくれるんか？毎度あり。また来てや。
ついさっき元禄忠臣蔵という演目を見たの。キャプテンも知っているわよね。元禄忠臣蔵？いや、聞いたことがないな。嘘？かなり有名な演目よ。殿様の仇討ちをする部下の話なの。それに加わった人の数、なんと470人。町ぐるみで仇討ちするという前代未聞の内容なの。それはすごいな。でもそんなに多いと誰が誰だか分からなくなるだろう。そんなことないわ。どの役もすごく魅力的なの。特に殿様の一番の忠臣がすごくかっこよくて。今回を遂げるため自分はこれより鬼となる。鬼の悪行、涅槃で殿にお詫び立て祭る。そう言って敵を討つ場面はもう最高。叶うならいつかあの役を演じてみたいわ。君がそこまで言うのか。だったら。本当に面白かったんだな。ええ、今までに見た演目の中でも一二を争うぐらいのものよ。そこかしこに散りばめられた伏線でお話の先が全く読めないの。それがまた登場人物の魅力を深めて。ああ、もう一回見たい。すぐ見たいわ。元禄忠臣蔵は本当に面白くて何より参考になる演目だったわ。物語、登場人物の見せ方、何より470人の家臣という大風呂敷、何から何までためになる内容だったわ。なら俺も見た方がいいな。時間を作って見に行ってみるよ。その時は一声かけて。時間が合えば一緒に行きましょう。さあ、そろそろ次の演目が始まる時間だわ。今度は何を見せてくれるのかしら。ワクワクするわ。
あ、そこのお前。あら、